どうも皆さんこんばんは、マー君です。本日ですけども、メダカ水槽の方にヤマトの前歯を導入したいと思います。でですね、ヤマトの前歯を買ってきました。じゃじゃん。この中にですね、6匹入っています。かわいいですね。本当、いわゆるあのコケ取り用のね、コケをいっぱい食べてくれるエビなんですけど、あと餌の残りとか食べてくれるエビなんですけど、ちょっとね、我が家のねメダカ水槽ね、かなり餌のやり残しとかね、ちょっと藻とかがね最近生えてきているので、エビを導入したいと思います。でですね、実はもう本当は開封動画撮りたかったんですけど、もう初めてね高級メダカちょっと買っちゃいました。多分ね結構有名なんですけど、夜桜っていう桜、夜桜っていう種類のメダカをね買ったんですよ。でですね、今チラッとお見せしますね。この黒の容器の中に入ってるんですけど、見えるかな。ダメですね、深すぎて見えませんね。この中に夜桜のメダカ2匹ねいるんですけど、やっぱ太陽光に当てないとダメですね。ということで、またこれは動画はまた次回としまして、とりあえずねエビをね、このエビを3匹ずつね水槽の方に入れたいと思います。では開けていきましょう。よいしょ。1匹ね、だいたい100円でしたね。だから6匹買ったの600円、600円に税込みで、だから650円、660円でしたね。ヤマトのアイだいたい1匹100円ぐらいですよね。ということで、出していきましょう。残ってますね。はい、大丈夫ね。はい、全部で6匹います。ということで、3匹ずつ入れていきたいと思います。3匹ずついいかな。ほい、これが今のねメダカ水槽になります。どうしようかな。2匹、3匹、2匹、4匹でもいいかな。ちょっとまあそこは迷ってるんですが、よいしょ。ではでは入れていきましょう。ちっちゃい目の入れるか。1匹目、投入。入ったかな。やっぱ3匹ずつ入れましょうかね。3匹ずつ入れよう。ほい、さあ、いけ。投入で、残り3匹は小屋の方に入れたいと思います。こっちですね。ほい、よし、入りました。はい、いませんね。
ということで見ていきましょう。エビちゃんいますね。いるいる。エビが仲間入りしました。あ、いいね。がっつりそこの残った餌とか食べてくれてますね。これはありがたい。ナイスですね。さあ、こちらのエビちゃんはどうなってますかね。どこにいるかな。ちょっと探すのがね大変かもしれない。3匹しか買ってない、入れてないから。どこ行ったかな。おっと、早速エビちゃん行方不明でございます。まあどっかにおるんでしょう。お安いそのはまた見つけ次第ね、あれとしましょう。いいね、元気よく泳ぎ回ってます。いいですね。餌いっぱい食べてくる、あれだね、コケとかね、残りの餌をいっぱい食べてくれることを期待しましょう。ということで今回の動画はヤマトヌマエビを導入したという動画でした。でですね、今赤ちゃんに餌やってるのはこの餌やってますね。米とから出てる赤ちゃんの餌っていうことでめっちゃいいんですよね。これをこういうね容器に移してこんな感じね、これをねスプーンですくってね、このスプーンですくってやってます。成長が楽しみですね、どんな風になるのか。うん、やっぱ画面で見ても白い子が多いですね、やっぱしね。はい、ということで今回の動画はヤマトヌマエビ導入の動画でした。このボタン、噛んでしまった。もしこの動画が良かったなと思いましたら高評価の方、そしてまた気になるなっていう方はチャンネル登録のよろしくお願いします。まあ、過去にもいろんな動画上げてるのでね、でメダカ以外にも金魚の動画とかも上げてるので、もしよかったら見てみてください。ではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。